ゴジオコンジョイウェアラは、ナイジェリアの経済学者、政治家。2021年3月1日に、世界貿易機関事務局長に就任した。日本の外務省は、オコンジョイウェアラ。日本の報道機関では、オコンジョイウェアラとも表記されている。オグワシウクに生まれる。イバダン大学インターナショナルスクールを卒業後は、アメリカ合衆国に留学し、 ハーバード大学で修士号を、マサチューセッツ工科大学で博士号をそれぞれ取得した。イケムバイ・イウェアラと結婚し4人の子供がいる。2003年に財務大臣に就任し、2006年には外務大臣に転じた。2007年に世界銀行の総裁候補に上がっていたが、この時はアメリカ人のロバート・ゼーリックが選ばれオコンジョイ・ウェアラは副総裁となっている。 ゼイリック総裁退任後の2012年にも総裁候補として挙げられたが4月16日に開催された世界銀行理事会では韓国系アメリカ人のジムヨン・キムが選出された2011年にはグッドラックジョナサン大統領によって財務大臣に再任されジョナサンの任期終了となる2015年まで務めた2020年5月14日にロベルト・アゼベドが 世界貿易機関事務総長を1年の任期を残して退任することを表明し、ムハンマド・ブハリ大統領の推薦周りを根除は年内に行われることとなった次期総長選挙に立候補した。7月の時点では8人が名乗りを上げたが、10月8日までには最終的に韓国の湯沸とともに候補者が2人に絞られた。 最終投票に先駆けて EU はオコンジョを正式に支持することを公表し百六十四カ国中日本を含め百四カ国の支持を得たことにより事実上オコンジョが次期 WTO 事務局長に決定したものの十一月の一般理事会での決定は見送りとなった二千二十一年一月二十日にジョー・バイデンがアメリカ合衆国大統領に就任し二月五日に ユアキが立候補を取り下げ、またアメリカ合衆国通商代表部がオコンジョイウェアラを強く支持することを表明したことで流れは決定的となった。2月15日に一般理事会はオコンジョイウェアラを次期事務総長に選出した。女性としてもアフリカ出身者としても初の WTO 事務局長となる。2021年3月1日に就任し、 任期は2025年8月31日までとなっている。ありがとうございます。